よく見てんだよ、お前たちがすぐやられちゃうこと。ね、お礼します。左から出ます。はじめ踏みに来る、ね、踏みに来る、うん、これもうこれ、わかる。シオンはね、右組だからここを取りたい。でもね、もうここ狙ってくるから、相手に踏み、なんでそれ違う組み方するんですか、バカリン、普通のやり方です。ね、こう来て、ここ、こう外されて、掴まれて、こうやられて、ね、こうやられて、わかる。でもうこれが使えないわけ。小学生、中学生はね、両袖を持ってるの技は、大外、足払いぐらいならかまわねえけど、大外刈りとか技らしい技になったら、すべて反則負けだから。かけらんないんだよ。掴ませもらえねえからって。袖と袖持ってた、小学生ね。中学生も。で、まず第一には、もう分かる。素人の方が来ると。もうここ取りたくて、へいっつってもうこう来るから、こう止められてこうやられる。もしくは掴んだ瞬間に、ね、もっとピッと取られて、今度こっち取られちゃう。そうすると何にもできない。分かる。で、これを、ね、振り切ってください。もう相手はこう使い放題になっちゃう。でも取り行くときに、もうあからさかに相手もこうやって取り行くんだけど、ね、考えて取り行かないと。早く持たなきゃってこう来たら、ね、喧嘩のつながりだったらいいんだよ。襟と襟が同じ方で持つから。右と左だったら別にそれはやられない。左と左、右と右の場合だと、だいたいフェイってして、こうやって踏み、もうここ掴まれて、落とされて、コントロールされて。ね、スタートの時は、こっちは、1個で勝負に来てる。ね、でも、よく分かってる人側の場合は、1対2で迎えるって。どっちが有利？だろ？両手使って不正で捕まえちゃってから一本同士になるね。そしたら今度は1対1じゃん。でも実際はもうここをこっちは自由にしてるわけだから、こうやったりしてね、妨害できるわけ。押し込んで相手の手をこう嫌だから切ろうとするじゃん。もうこうやって出ていく。で、ここ捕まえていって、こう入られちゃう。わかる？だからもう、取りに行くんだったらもう、バーンって行ったらもう確実に、で、緩いことやってるから、掴めたなんて、安心してるからこう取られちゃう。緩む外されちゃう。ね、こうやらないように。向こうを持たれてたら不利になるな。だからもう取りに行くときに、もうそういう自信がねえんだったら、逆の手、わかる？左の人はね、左の襟取り行く場合だったら、ね、こっちの、本来引き手掴む方の手で、やる。掴む。引っ張り出してね。わかる？だってここしか来ないんだから、こことここしか掴み来ないんだから、想像つくだろ。だから先生とやるときには全然掴ましてもらえねえよ。そういうことで、まあここしか取ること、まあ、それ当たり前なんだよね。そういうふうに教えてるから。だけどそういうふうに基本的にそういうふうに全部教えてるね。だからそれをやってくるんだ、初心者ほどね。でそういうふうに戻っちゃダメなんだ。そういうのもあるんだよなって思いながら組みに行かなきゃ。組みに行くときも、ね、逆側でこう、こっち取ってからこういうやり方でもいいし、逆の手で取って引っ張り出して掴むのもいいし、ね、こう逆取って、いや相手右かって思わしといて左で掴んでから持ち帰るとか、ね、とにかくスタートの時点で
一対二は絶対避ける、相手のこれで取れりゃいいよ、もうバーンって取ってってずらしてってこういう風にとかね、相手より背が大きいとか、ね、こんなとこ持ってたらもう話にならないから、最悪ここしか持ってなかったらそれでもいいんだけど、反則なっちゃうから技かけられないからね、もうこうやって殺されちゃう、こうやってこれ殺されててももうここだけでもいいからこう掴むね、そうすればなんとかなる、こう持って相手が襟を取ってくるわけですね、だからここで掴んでいて、でこれを利用してこう、はいね、あんまりやらしたくはないけどお腹のとこを持ってた状態で普通は釣るわけじゃん、こうやってこれを下に下げたもの、こういう技もあるけどそういうのがあるんだね、やっていくでしょう。とにかく最初に掴みに行くときに相手は2本で来ると思ってる、わかる、ね、それを1本でこんなの迎えに行ったら両方防がれて殺されて1対1の方でやられちゃうから、ね、でまず組んだらね、組めたらもう間違って組めたらちゃんと、わかる？こうやって押すんじゃないんだ。下に肘を落としながら前に、はい、ね、ぐーってやって、ね、だいたいこうやって最初のところで、で初心者ほど押されたらこうやって動いてやるんでしょ。もう準備ができてるんだ試合の。もう組んだ瞬間にもうグッてもうとりあえず防御してね、強ければ別だよね、基本は相手がどういう人か分かんないんだから必ずねグッて防御して踏ん張る、グッてであんまりグッて押しすぎて読まんしてきてそこじゃねえんだよグッて押しくらまんじゅうしてね、グッて耐えててこの膝、自分の膝より前に体がこう押してて流れるとこういうのやる。でも必ずここに壁を作って自分の膝、ね、曲がってる膝より前にこうへその方がずれない。こういうふうに。これやると簡単に引っ張られて回されちゃう。必ずこの状態に押していく。できれば押しながらこっちに、こっちにって、こっちに、こっちにってやると相手が浮き上がってくるから、倒れたくないからこう上がって倒れる。そういうの逆らうの練習なのよね、相手のいいよね、ああこれ抵抗しねえじゃんってバーンってもやられちゃうんだよ、これやるみたいな、まず押すよ、押し返す、しっかりね、押し返した挙句相手の変化もあるからやみこもに押しすぎないんだよ、変化もあるからやっといて押したり引いたりね、こんなん逆らえちゃう場合もあるわけだから、舐められてるとそうならない、しっかり押しくらまんじゅうするから大丈夫です、はい、話してる時に痛くなっちゃった、はい、もうそこでいいじゃん、そこ、うん、そこだからこれ役じゃあ何のことはそこに役のとこに入れや、誰かここに来るはずの人かさるじゃん、かさるなんでそっち行っていいの、じゃあお前ポトでお前ことっていうときはお前が200なんだ、お前笠原なわけねえじゃん、笠原ってことでやるんだよ、いや、そしたらちゃんと練習から行くよ。